見切りました。何か手がかりはあった？オイラたち、枝が何かによって曲がってたのを見つけたぞ。それ以外は何もなかった。うん、僕も君たちと別れた後辺りを探してみたんだけど、枝が何らかの負荷で曲がっていた他にも焼かれた跡がある場所があったけど、やっぱりそれだけじゃ何ともね。もっと直接的な物証があればいいんだけど。こんにちは。邪魔してごめんね。一つ目小僧、それにヨウコとカッパまで、どうしたんだ？手がかりを探していると聞いてな、手伝おうと思ったのだ。へえ、勇気あるな。おいらたちも自信はないよ。さっき荒滝様の子分たちから詳細を聞いてきたけど、確かに怖い。そいつは絶対どこかの怖い悪霊か、膨大な妖力を持つ邪悪な大妖怪だ。どっちにしたってただものじゃない。でも三千花祭りを思うと、我らは昔から釜井様とお侍様の友情に憧れておった。この憧れがあったからこそ、人から受けた恩には三千花祭りで報いろうと思ったのだ。力に限りがあるからとて、このせっかく手に入れた友情に誇りをかぶせたくはない。三千花祭りとは、来る人に思う存分楽しんで帰ってもらう祭りのはずだ。鎮守の森は広いからね。調査の人手が増えてくれるのはいいことだ。じゃあ君たちにも頼むよ、しっかり探してくれ。安心して、僕たちここには詳しいんだ。どんな手がかりだって見逃しはしないよ。川の下流でこれを見つけた。これはなんだ？どうやら黒い布の切れ端のようだが、しかしこのような布見たことはないな。これは遮光布の切れ端だね。遮光布？うん、光を遮る効果が強くて、よく舞台などの場所に使われてる布だよ。切り口が結構荒いね。石とか木の枝で破かれたみたいだ。木の枝？例えば、とても大きな遮光布が木の上にかけてあったとしたら、木の枝はその重みでたわむ。遮光布を木から引っ張って落とそうとしたとき、どこかの端っこが枝に引っかかって破れ、黒い布の小さな切れ端が水の中に落ちた。気にしなかったというよりは、気にしてる暇がなかったんだろう。まだ彼女にはやらなければならないことがたくさんあったからね。じゃあなんで遮光布を木の上にかけたんだ？
僕の推測だけど、もしかしたら君たちが味わった雰囲気を恋に演出するためかもね。まだ気にしないで。僕もまだ考えがまとまってないんだ。荒竹派の人たちが脅かされたって場所ももう一回調査しに行きたいんだけど、君たち道はわかるかな？僕、道を知ってるよ。荒竹様の子分たちと話した時、幽霊に会った正確な場所を聞いたからさ、僕が連れて行くよ。じゃあよろしくね。さあ行ってみようか。ここだ。ここを通った時、辺りが突然暗くなって、それから鬼火がチラチラし始めたって聞いたよ。ん？なんだか身に覚えがあるぞ。それってオイラたちが見たのと一緒だよな。まずはこの辺りで前みたいに調査をしようか。木の下からひび割れた玉を拾ったよ。中は煙くて黒く焼かれてて、花火みたいな匂いもする。炎が残っておる痕跡から見て、そなたたちの見た鬼火は妖力によってできたものではなさそうだな。何かを模して作ったもの？私にもよくわからない。隣の石の割れ目に変な粉が。少し取ってクンクンしてみたら頭がフラフラしてきて、う